ビーチャ氏は、ロシア帝国で建造されたスクリューコルベットである。後、一等巡洋艦に類別された。艦名は古代、ルーシの勇士のことで、1882年に改名された先代のコルベットから受け継いだ。その構造上、ロシアで最初の防護巡洋艦であり、一方で砲を併用する最後のロシア製巡洋艦となった。ビーチャ氏は、 1883年8月16日にサンクトペテルブルクにあったフランコルース工場のガレールヌイオストロボーク造船所で寄港した。1884年10月23日には浸水し、1886年には浸港し、バルト艦隊へ編入された。艦長にはステパン・マカルフ海軍大佐が就任した。同年8月31日には、 世界周回航海に出航した。ビーチャ市は大西洋からマゼラン海峡を抜け、ウラジオストクに投入した後、水路測量調査のため太平洋の再域を航行した。半年の後、1888年12月にビーチャ市は本国への帰途に着いた。中国、インドシが航海、スエズ運が地中海、ジブラルタル海峡を抜け、 1889年6月1日にクロンシュタットへ寄港した。その後、1891年には太平洋艦隊に編入され、再び極東へ派遣された。1892年2月1日に海軍で新しい類別が採用されると、ビーチャ氏は新たに制定された一等巡洋艦に類別を変更された。1893年の新年を、 長崎で迎えたビーチャ氏は2月から3月にかけて中国沿岸を航海した。その後、日本へ戻り、続いて行われる予定であった朝鮮半島の地図作成のための測量公開の準備に取り掛かった。当時ロシアで使用されていた朝鮮半島の地図は19世紀半ばにスループなゲージだとフリゲートパルラーダの調査によって作成された古いもので。 その保管が必要となっていた。日本を出港した後、物資の補給のためにドウラジオストクへ帰港した。4月28日までに、アンジュ岬からナヒーモフ半島までの測量を終えた。その後、続けてラーザレフ港までの測量を行う必要があった。しかし、この日の朝、艦の命運は尽きることとなった。ラーザレフ港の誘導ミスにより、 ネベリスコイ海峡のザバリ新地まで岩礁にぶつかり、損傷を受けて沈没した。その際の写真及びその後の潜水譜による調査の際の写真が現代まで複数残されている。ビーチャ氏の名は他の銃の著名な探査船の名とともにモナコの国際海洋楽博物館のペディメントに刻まれている。また、マカロフはビーチャ氏に乗っていった太平洋域での研究の成果を ビーチャ仕事太平洋にまとめて発表している。ありがとうございます。